ダイアナ・ブリーランドはアメリカ合衆国のファッション雑誌編集者。1903年フランス・パリで生まれる。裕福な家庭の下、パリ、ロンドン、ニューヨークで育ち銀行家と結婚した。1937年ハーパースバザーに加わり、1939年からの約25年間ファッションエディターとして活躍する。1962年ライバル誌である。 防具に移り、編集長に就任。以降、彼女のアシスタントであったグレース・ミラベラに代わる1971年まで、編集長を務めた。その後は、メトロポリタン美術館の衣装部門のコンサルタントとして、活躍した。約40年間にわたって、ファッションエディターとして、第一線で活躍し、引退後もメトロポリタン美術館の衣装部門のコンサルタントとして、 ファッション界に大きな影響力を持ち続けた。後年、同じ防具の編集長となるアナウィンター同様、ファッションアイコンとして常に注目を浴びる存在であった。ファッションに芸術性や非現実性を求め、オートクチュールの流星に大きく貢献したほか、新しい才能を発掘し、数多くのデザイナー、写真家、モデルを世に送り出したことで知られている。また、 死室のインテリアはすべて赤で統一されていたことも有名で彼女の華やかな思考を示していると言える。彼女が防具編集長を退いた1970年代はファッション界がオートクチュールからプレタポルテへと移行した時期にあたり彼女の華やかで高級思考な紙面作りはもはや時代に噛み合わなくなっていた。オードリー・ヘプバーン主演の パリの恋人に登場するファッション雑誌編集長、マギーは彼女をモデルにしていると言われている。ありがとうございます。